今日の伊藤孝恵チャンネルは、愛知県庁にて参議院選挙候補者の横顔取材です。横顔取材って何かね、政策、人柄、人となり、政策、人となり、自由質疑、めちゃめちゃ怖いじゃないですか。皆さん今日はお集まりいただき本当にありがとうございます。国民民主党副代表参議院議員の伊藤孝恵でございます。この夏、改選を迎えるにあたり、私今日お配りしておりますもののパンフレットにはまだここにない政策をというふうに書きました。2016年の参議院選の際、1歳と3歳の血のみ子を両手に抱え、そして家には認知症のおじいちゃんとおばあちゃんがいる、こういった私を応援してくださる方は最初決して多くはありませんでした。そんな中、愛知の51万9510人の方に伊藤孝恵と書いていただいて参議院に送っていただきましたのは、やっぱり育児と介護、こればっかりはやった本人しかわからん、感覚はいかんせん感覚なので説得ができない、その感覚を普通感覚を代弁してこいというふうに言っていただいて送っていただいたと思っていますので、この国会の中でさまざまな育児、介護、そして児童の耳の障害をきっかけに志を立てましたので、障害児者を取り巻く環境についてさまざま質問を重ねてまいりました。1期6年の中で、一生懸命取り組んだことについてご紹介いただけますか。ここは最も時間をかけてお話をさせていただければ幸いに存じます。まず1期目一生懸命取り組んだこと、まずは立法府で働いておりますので、法律を作りました。これは成立をしたものが3本、それから私が自身で書いて、成立はしておりませんけども参議院に提出したものが4本ございます。ご紹介だけさせていただきますと、成立したものは読書バリアフリー法案、それから今国会で成立いたしました障害者アクセシビリティコミュニケーション施策推進法案、それから生殖補助医療法案、これらは超党派で取り組み、そして成立をさせていただきました。さらに私が書いて提出いたしましたのは孤独孤立対策推進法案、それからヤングケアラー支援法案、養育費確保法案、子どもの性被害防止法案です。さらには、超党派の取り組みで議連を2つ自身で立ち上げました。1つは超党派ママパパ議員連盟です。やっぱりですね、子ども子育て政策各党でそんなに違いはないんです。にもかかわらずなかなか推進されないということの方が課題であるということで、党派を超えてこの子ども子育て政策だって政治の一丁目一番地だという仲間を募りまして、当初16人で始めましたが、今日現在で84名の超党派の仲間で超党派ママパパ議連になっております。今年コロナ禍での参議院選挙になります。このあたり本当にどういうふうに戦っていくのか、握手大作戦が何が良かったかというと、握手をした瞬間だけ目を見てもらえるんです。目をそらしながら握手する人あまりおりませんので、政治不信かまぶすしい昨今において握手をして目を見て、頑張りますから、これやりますから、何を約束して、そして参議院に送っていただけるかという、そういうようなこう握手大作戦というのはこうノック活動のような私にとってはものでした。それが、コロナ禍で断たれるというのは非常にこの手足をもがれるような思いがいたしますけども、どうしたらこの目を見てもらえるか、どうやったら今まで私がやってきたこと、これからやりたいことというのを目を見て伝えられるかというのは、作戦を練っているところではありますけども、やっぱグータッチもきっと触るの嫌でしょうし、石タッチもなかなか、距離を詰めるの嫌でしょうし、なんかこうグッとってやってもらうとか、手を挙げてもらうとか、何かしら目を見てもらえる、これが肝だと思いますので、そんな作戦を考えていきたいというふうに思います。子育て支援という意味では、給与を上げなくちゃいけないということが大事だというふうにおっしゃってましたが、その給与を上げるためにはどういったことが必要で、どういったことを訴えていくかですか。スタグフレーション化におけるその具体的な経済対策というのは、こういう時代、家計の危機ですから、こういった時何が一番効果的かというと、やっぱり実質減税なんですよね。
なのでまず今すごい上がっているガソリン価格、これへの対応、それから電気代もめちゃくちゃ上がってますよね。私はおととい電気代のこの請求処理で二度見したぐらい電気代めちゃくちゃ上がっています。もしかしてうちの電源からどっか引っ張られてないかなっていうぐらい電気代上がっています。そしてスーパーに行けば食卓の優等生もやしの値段すら10円上がっている、そばも大体2割上がっている、こういうものに対してはやはり家計の財布っていうのは意識したものになると思います。我々はですね、もちろんトリガー条項の凍結解除は諦めておりません。引き続き求めてまいりますけども、名目賃金上昇率というのが物価上昇率プラス 2% になるまでは、5% の消費税減税というのが必要になるんじゃないかというふうにまずは考えます。とかくですね、減税しろとか消費税は悪だっていうふうにおっしゃる方いらっしゃいますけども、減税は必要だと思います。消費税減税次元的に必要だと思います。それの私たちは物差し、それの出口についても一緒に提案することが必要だと思いますし、もちろんおっしゃるように給料が上がらなきゃいけませんので産業支援をしていかなきゃいけないんです。中小企業支援もしていかなきゃいけないんです。我が国はですね、国家予算は平成の30年間で 1.7 倍になりました。社会保障費 3.3 倍になりました。だけど教育とか科学技術、未来への投資というのをずっとケチってきた国です。だいたい5兆円台でずっといって、その間中国やアメリカは何倍もの投資をしてきて、この未来の産業のシードというのを作ってきました。やっぱり人への投資というのはどうしても必要なんです。 AI じゃ技術やサービスを作れません。技術やサービスは人が作って、でその技術やサービスが会社になって産業になって経済を増して、そこに雇用が生まれて暮らしが生まれる。やっぱりこの未来への投資、人への投資というのが必要ですし、産業に関してはやっぱり積極財政というのが必要、今の時期は必要なんだと思います。大規模で、長期で計画的な投資、国がこうバイネームしてこの産業ってやって当たった試しないので、これはやっぱり各企業が投資をしていく、それらを支援する形でフォローに回るというような産業政策というのが必要だというふうに思います。国民民主党さんは今回は当初予算、先ほどもちょっと人気あったと思うんですけど賛成されるのとして、一般の有権者からするとどういうスタンスなのかちょっと分かりにくいものになってるんじゃないかというふうに、その辺はどういうふうにこう訴えていくのかと思っていますか。はい、今街頭に立っているとですね、ものすごいこう殴りかからんばかりに、お前らはもう野党じゃない、吠えないのは番犬じゃない、非国民民主党だというふうに言われることもあります。これ結構誤解されがちなんですけど、今回の当初予算案に対して、我々は対案を出し、それが否決されたので、今国会の 本予算に対して賛成という表明をしました。ひとえに家計に甚大なる影響を与えているこのガソリン代をなんとか下げるためというのがありました。で今これ引き続き交渉しています。その他にもあまり皆さん報じてくださらないんですけども、ヤングケアラー支援法を我々、提案もしていますけども、これらも、通してくれという交渉、それらの、前向きな回答が得られたということで、賛成をしたんですが、ちなみにこれあさってヤングケアラー実務者会議が第1回が開かれることになって、私は実務者として、三重県の田村前厚労大臣とともに交渉していくことになりますが、でもですね、それが与党にすり寄ったとか野党の振る舞いとして正しくないというご批判があるのは百も承知の上で、でも思うんですよね、野党は反対与党は賛成って政治家とかこの政治記者周りが言っていることだけで、一般の国民ってどっちでもいいと思うんですよね。どっちでもいい、誰でもいいから、この暮らしどうにかしてくれよって思っているのが一般有権者の声だと思いますし、私たちはそういった必ず野党だから反対しなければならないというスタイルではなく、最大の行政監視というのは良質な提案によって、良質な提案を対案を渡さなければ熟議なんて尽くしようがないんです。お前らの案を見せろよっていう話なんです。だから反対反対絶対反対って言うんじゃなくて、反対なんだったら理由を述べる、理由を述べられるんだったらそれを政策にする、法律にする、これを対決より解決という言葉でくくっている国民民主党のスタンスとして一つ表しました。
ちょっと柔らかめに質問といいますか、一番最初に前回の選挙の時は1歳と3歳の忍びを伺えるというお話でしたけれども、それから6年が経って、だいぶお子さんも大きくなったかと思うんですけれども、まあ、どんな時にこう成長したなというようなところを感じるかというのと、まあ、その子育ての環境がまた少し変わってきたと思うんですけれども、それをどのようにこう政治ご自身の政治活動に反映されているか、もしくは今後反映していきたいかというようなお考えをお伺いください。はい、ありがとうございます。柔らかい質問。1歳と3歳、1人はおっぱい飲んでましたし、もう1人は赤ちゃん帰りでおっぱいを飲んでいました。そうして、まあ、6年経って、今は2年生と4年生になりまして、今、まあ、成長したなというかですね、思春期の入り口です。なので、6年前の選挙の時は、本当におっぱいを夜ね、あげなきゃいけないとか、誰かが見ていなきゃいけないという難しさがありましたけど、今度は、この思春期の入り口にいる子どもと今ずっと一緒にいられない、まあ、こういったものに対して彼女たちが心のバランスを崩していくのにどういうふうに寄り添っていけるのか、はたまたそんなふうに子どもに思いをさせて、やる選挙って何なんだろう、政治家って何なんだろう、女性議員を増やそうとか、お母さんでも介護中の人でもどんな人でも政治家になれるような社会を作っていこうって一生懸命発信している私が、足元の子どもたち、自分の家族たちに、会えていないというのはどういうことなんだろうというのを今日々悩みながらやっていますが、成長著しいのは夫です。夫全く料理と、しない夫でしたけども、まあ、当初私ご飯も作ってで、国会に行って地元活動もしてっていうのをやっていましたら、私自身が壊れまして、でご飯を作らずに家を出るようになったんですね。で最初その帰ってくると数丼も食べた後とかがあってちょっと泣きそうになったりしたんですけども、でも今は彼の作る豚汁の方が私が作る豚汁の方がうまいというようなことで、こう私はいつも女性の働き方、政治家の働き方等々について自分が発言をしていますけども、やっぱり夫婦というその協力と交渉を繰り返しながら子育てをするパートナーがの変化というのが、まあ、成長というとね、いつも上から目線ですけども、本当に彼には感謝しかありませんし、愛し育てながらお互いを尊敬しながら今日も続けているところです。そしておっしゃる通りですね、待機児童の問題の当事者だったので、ものすごく待機児童問題と子ども子育ての問題は実感を持ってやることができました。この国まんまと待機児童問題を放置したから、そっくりそのまま待機学童問題になっています。うちも学童、やっと保育園と小学校と両方反復横跳びでお迎えに行く時期が終わったと思ったら、今度学童が別々の学童になりまして、まあ、反復横跳びで学童をはしごするっていう生活ですけども、だからこの子ども子育て政策というのは当事者が毎年毎年入れ替わる、子どもの成長に伴って、声を出す人、これがもう今がたまらないというふうに声を出す人たちが変わっていくので、もしかしたらこの大きな塊にどん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 大きな声になっていかなかったのかもしれないと思うので、自分の子どもの成長に伴ってもちろん知ることもある、もちろん新しいイシューというのはどんどん入ってきますけども、0歳の時からずっと書き溜めてきたこのこういうものが政策は的外れなんだ、こういうふうにしてくれたらもっといい、日本はケアラーに厳しい国です、このケアが必要な子どもたちとかおじいちゃんおばあちゃんの施設はありますけども、それをケアする私たちに自助を強いる国、家族で解決しろという国です。やっぱり1980年代イギリスはケアラー支援を打ち出しました。このビルドバックベター法案でもアメリカのバイデン政権はすでにケアラー支援をはっきりと明記しました。もうケアラーを支援していかなきゃこの国は成り立たないというのに諸外国はもう気づいている。そんな中で日本はこの子どもをケアする、障害を持つ者をケアする、おじいちゃんおばあちゃんをケアする、ありとあらゆるケアラー支援というのが著しく薄い国なので、この感覚を忘れずにケアラー支援の種類そして必要性というのを今回の中で述べていこうと思います。ご質問ありがとうございました。今日の伊藤孝恵チャンネルは候補者の横顔取材の模様でした。いつもご視聴ありがとうございます。
ャンネル登録お願いします。